い、今日はトラックの、周りを紹介します。ゴンゲンコ、日曜のサンデーアフタヌーンゴンゲンコ、もう見えた見えた、ここにスパグレの時ケツにつけてたマーカーが、こと両サイドこっち側にも装着しております。なんで夜になると赤くなると、でポジションは黄色、コグも黄色、変更済み、こんな感じで来て、工具箱はこんな感じなんで、あとはまた夜撮りたいと思うぜ。では、はい、どうもゴンゲンコ、はい、夜になりました。夜になったってことで、今度はナイトシーンの説明をします。これが黄色、黄色のポジションに、分かりにくいけど黄色のロープで、ここが下が赤く光っている、ここにこうマーカーが両サイド1つずつ入ってます。中はマグナムスピンの看板、LED、 このマーカーが20個並んでます。片方20個、でこれも LED、 わかるかな、玉っぽい LED、 後ろ虫がすごいな、そっちも、これがナンバー、こっち来るとこんな感じだけど、ここ工具箱、工具箱が緑色に光ってます。緑色、これがここに照らされてる、これが赤、黄、緑、感じるワンラブライム、はい、夜はこんな感じの、葉っぱと片側4つずつ入れたいね、白、よいしょ、これがタッパと車高って書いてあるのが車高と、これタッパと、これが左のサイドマーカー、これ
これ右のサイドマーカー、上の看板で、これがフォグランプということで、出発の準備7時19時50分こんな感じで、これから兵庫県で積んで埼玉県の方戻りたいと思うぜ。ではまた。